サーモン。さあ始まりました、ドルチャス俺なら降格選手権第1回となる今回は、なんと11人のアーティストが参加してくれました。本当にありがとう、ありがとうございます。では早速出演するアーティストをご紹介。天海美希さん、おやすばさん、川瀬美丸さん、くらまるみこさん、ケッパーさん、スモールファイブさん、タオルさん、ドデカメウサギさん、忍者三角くんさん、ぼーちゃんさん、みやのさん、54順での紹介となります。ではまず1人目、天海美希さん。普段は OL さんで服飾やイラストが趣味なんだ。服飾？すごいな、どんな絵になるんだ。俺なら降格。ウェディング姿のマシュマロ、そしてタキシード姿のドルチャス、クリスもベールを持ってます。衣装にこだわりを感じますね。ついにマシュマロと結婚したのか、いつか実現したらいいですね。それにしても可愛い、マシュマロに振り回されてますね。どんどん行くよ。2人目、おやすばさん、 YouTuber です。以前コラボしましたよね。 UFO キャッチャーの景品にしてくれたんだ。面白いから YouTube 見てね。俺なら降格。なんじゃこりゃ、俺たちの顔がおやすば兄弟の顔に。でも本当はこんな顔なのかな。え、そうなの。このポーズの意図は何でしょうね。味があるな、癖になる顔ですね。3人目、川瀬美丸さん、ブロガーです。ブログで絵日記を書いているんだ。ドルチャスのツイッターのアイコンも書いてくれてるよ。絵日記もあるあるで面白い。よかったらツイッター見てね。俺なら降格。かわいい、カワセミちゃんかわいい。ペンキで落書きしてますね。オーバーオールが似合うな。かわいいです、ほんとかわいいな、このフォルム。かわいい、かわいいしか言ってない。4人目、くらまるみこさん、声優やブログで YouTube やニコニコなど幅広く活動中。普段はオリジナルキャラの対話を書いてブログ投稿したり、イラスト絵描きでもあるよ。よかったらツイートフォローなどよろしく。俺なら降格。すごい立体的ですね。可愛くなってる。冒険してる感じがいいな。冒険には出たくないです。クリスがはしゃいでる。ヒャッホーって感じですね。5人目、ケッパーさん、ブログで漫画を描いているよ。漫画面白いですよね。名前の由来が知りたいな。気になりますよね。よかったらブログもチェックしてね。俺なら降格。
すごい実写版ドルチャス、クリス腕がなんかドリルになってないか、アメコミ風ですね。アメリカ版ドルチャス渋くてかっこいいです。アメコミ好きなので嬉しい。6人目、スモール5さん、 LINE スタンプを作っているよ。絵のタッチが独特で大喜利がうまいんだ。よかったら LINE スタンプチェックしてね。どんな絵になるんだ。俺なら口角。7人目、カーブさん、 YouTuber だよ。ドルチェスは一視聴者だよ。面白いんだよこのアニメ。いつかコラボしたいな。したいですね。ぜひ YouTube 見てね。俺なら口角。こんなバーがあれば行きたいな。何の話してるんだろう。楽しそうですね。すごくいい家だな。8人目、ドデカメウサギさん、 Twitter に毎日イラストを載せてくれているよ。今日は何の日か教えてくれるんだ。でも可愛いよね。よかったら Twitter 見てね。これなら口角。かわいい、ドルチャスの誕生日で作ってくれたよ。お目目が大きいとこんな可愛くなるのか。ドデカメドルチャスは伝説の勇者？かわいい。あがめ祭りたつまつまえ。あがめたて祭りたまえ。9人目、忍者三角くんさん、 YouTuber だよ。ドルチャスの一番最初の YouTuber 友達なんだ。ぜひ YouTube 見てね。俺なら口角。サラリーマン？自分がドルチャスになったらをイメージして書いてくれたんだ。資源ゴミはカー木なんだね。サラリーマンドルチャス。今日も職場という戦場に。現実的でいいね。味がある。10人目、こうちゃんさん、 YouTuber だよ。最近コラボしたよね。ゲーム実況やアニメを作っているよ。よかったら YouTube 見てね。どんな絵になるんだ。俺なら口角。泣いている。泣いている理由は受け手の想像に任せるそうです。きっと登録者1000人いったんだな。え？聞こえなかったです。哀愁漂ういい家だな。ラスト、宮野さん、アニメーションやイラスト制作されてるよ。
なんと大学2年生あたきださんとアルピーテールに出てたよね。ツイッターをチェックしてね。どんな絵になるんだ。これなら口角。え、アニメ化されたの？言いたくなったんだ。背中で語っているな。かっこいい。魔王激ハゴだな。以上となります。参加してくださった皆さん、お忙しい中ありがとうございました。本当に感謝しています。それでは皆さん、第2弾でお会いしましょう。参加してくれたアーティストの詳細は概要欄にあります。みんなありがとう。大好きだこの野郎。最後にハイライト行ってみよう。